こんにちは、兄です。2016年になってね、もう1週間経つんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はですね、この生活習慣っていうか、そのいつものねサイクルに戻れなくて、すっげー参ってますね。なんか忘れちゃうんですよ、いろいろと。ご飯炊くの忘れちゃったりとか、ゴミの日間違えちゃったりとか、なんかね、こういつも通りの動きができないんですよね。で、まあいつも通りの動きはできないけども、いつも通りにおもちゃは届くんですよ。はい、こちらが届きました。ちょっといっぱいいっぱいですね、下げましょう。はい、こんな感じでですね、すっごい薄ぺったいんですけど、 Amazon から届いております。こんな薄っぺったいおもちゃって何よって思うかもしれないんですけども、早速開けていきましょうか。今年最初のこのおもちゃの開封かな。いくぜ。さあ、どんな感じでしょうか。はい、入っております。お、予想よりも小さいな、これ。握り込めるかもしれない。はい、握っております。握っております。いきますよ、いきますよ、せーの。はい、おお、こんななんだ。いやー、ちょっとびっくりした、自分でも。こんなちっちゃいんだ。これね、何かまず説明しますね。アクロさんでいいのかな、アクロさんっていうメーカーから出てる35分の1スケールのカネゴンでございます。なんて書いたんだろう、プレペインテッド PVC スタチュー KRS35 カネゴンウルトラ Q って感じなんですけども、これすっごいちっちゃい。うわ、こんなにちっちゃいんだ。すごいちっちゃいんだけどね、すごいよくできてるんですよ。これはね、もうおもちゃがね好きな方々はね、みんな買っていて、いや、これいいなと思ってたんですけど、気がついた時にはもうプレネがついちゃってて、いや、どうしようと思ってたところに再販かかったんでね、ポチッとやりました。開けましょうかね。裏側ね、こんな感じになってて、ウルトラ Q、 対象年齢15歳以上で、企画製造販売アクロさんで、原型製作小川さんです。ちょっと名前が読めない。こんな感じで、アクロさんっていう、このメーカーさんはね、怪獣リミックスだったっけな、すごいリアルな怪獣ソフビを出していて、リアルっていうか、もうアレンジされて、いわゆる SIC みたいな感じ、ベムラーとかセミ人間とかだったっけな、あと、そう、何か出てたな。出てるんだけど、もうね、原型をとどめてないっていうか、もうアレンジ入りまくりな感じでね、すごい恐竜みたいな、リアルなソフビが出てるんですけども、そこのメーカーさんですね。ちょっと早速開けていきましょう。よいしょ。おー、すげえな、これ。ちっちゃいし、リアルだな。ちょっとアップで見ましょうか。はい、アクロさんの35分の1カネゴンです。これはね、すごいね。すごいちっちゃいのに、この造形も素晴らしいし、塗装もすごいいいですね。なんつんだろう、カネゴンの皮膚っていうか、スーツのね、この質感っていうのがね、すごいよく出ていて、頭のね、この辺な、ここら辺のね、感じとか、すごいいいですよね。いやー、びっくりだな。これね、本当にちっちゃいのよ。僕の親指と同じぐらいよ。このサイズでね、この造形ですからね。いやー、いいですね。そしてね、なんとね、自立するんですよ。ちょっと台を置いて、置きますよ。ちょっとピントが合ってないね。あ、あったあった。はい。すごい頭でっかちでバランス悪そうなんですけど、ちゃんと自立できる。いやー、びっくり。すごいね。このね、小ささがね、ちょっとわかんないと思うんだよね。ちょっといろいろ並べてみましょう。まずは昔のスタンダードサイズソフビのカネゴン。こんなサイズですね。ちょっと立たない。よし、立ったかな。次が500シリーズのカネゴンいきましょう。はい、500シリーズのカネゴンがだいたいこのぐらいのサイズでございます。立て立つんだカネゴン。よし、立った。次がね、ブルマーク魂のカネゴンいきましょう。ブルマーク魂のカネゴンがこんぐらいでございます。さあ、順調にちっちゃくなってまいりました。今回のアクロさんの35分の1カネゴンいきます。よいしょ。はい、どうだこの小ささ。すごいちっちゃいでしょ。
このサイズであの造形塗装なんですよ。すごいよね。ちょっとまだ分かりにくい人いるかもしれないので500円玉いきましょうかね。500円玉がねこれぐらいでございます。だからだいたい500円玉を、まあ、2枚並べた分ぐらいの背の高さっていう感じでしょうかね。いやちっちゃいねこれね。素晴らしいです。はい、アクロさんの35分の1スケール KRS35 カネゴンを見ていったんですけども、本当に素晴らしいです。こんなにちっちゃいのにこの造形この塗装、もうね大満足でございます。あのカネゴンが好きな人、あと HG シリーズとかね好きな人は絶対満足できると思うので、ぜひぜひ手に取って見ていただきたいですね。 Amazon のリンクの方を説明欄の方に貼っておきますので、もし興味のある方はねそちらから飛んでいただければと思います。お値段がねだいたい1000円しないぐらいなので、本当にねお手頃で、うん、買いやすいものだと思います。でそうですね、第2弾がねあの発売されたみたいなんで、一応ポチってあるので、またそれはね届き次第あのレビューの方を作っていきたいと思いますので、もし興味のある方はまた見ていただければと思います。それでは次の動画でしましょう。バイバイ。